こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の秋のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいと思っています。いろんなファッション系の YouTube チャンネルがあるかなと思うんですが、僕のチャンネルはですね、3パターンだけあればいいというですね、テーマが結構多いんですね。それはなぜかというと、僕自身が ファッション好きなんですけども結構ズボラな性格をしてるからなんですねいろんな服をまんべんなく着ますというのがあんまり得意じゃなくて気に入ったスタイルを結構頻繁に楽しみたいというような人間なので、まあ、なるべくですね僕のようなこうファッションをある程度時短化したいだとか手抜きをしながら楽しみたいという方のためにですね今回もボトムスですね3本だけに限定をしまして皆さんに力いっぱいですねご紹介をしていきたいなと思っています本音を言い 家はですよ、この中で一番最初にご紹介するこの1本だけあれば僕はもう回ってしまうぐらいなんですがそれじゃああまりに退屈なので秋のボトムスバリエーションをある程度出すために3本ご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、この中で気に入ったものがあればですね皆さんも買い足しながら秋の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします それでは早速行ってみましょうはい、ということでここからはですね、具体的に秋のボトムス皆さんにですね、3本ご紹介したいなと思ってるんですが、まず1本目ですね。僕にとってはこの1本があればもう十分なぐらいのもう鉄板のアイテムになってるんですが、 もう皆さんもね、もう言うまでもない、もうどうせあれでしょって思ってるかなと思うんですが、そうなんです。どうせあれなんですよね。今僕が履いてる、タックテーパードパンツユニクロの名作ですね。これのですね、秋冬バージョンが出ましたので、まあ今回はこちらを履いてるわけなんですが、まあジャンルとしてはですね、黒のイージースラックスと呼ぶのがいいんじゃないのかなと思っています。腰はですね、こう、 横にゴムが入っていて、ちょっと見えないかもしれないですが、まあ、ゴムが入っていたりだとか、まあ、あとはブランドによってはね、全体360度ゴム入ってるやつもあります。グリーンレーベルのこういったブラックイージーは、 え、360度ゴムが入っていますし、他にはですね、えー、っと、アーバンスラックス、グローバルワークだと、後ろだけかな。こういった形でゴムが入ってただとか、各社、それぞれですね、仕様は変わってくるんですが、まあ、いずれにしろこういったブラック系のイージーパンツが、やはり大人の男性の秋と言わずに、もう一年中使い勝手がいいので、皆さんも一本持っていただくといいんじゃないのかなと思っています。まあ、その中でも、シルエットに違いがあるということは、先日、結局、ブラックパンツはどれが 一番いいのかっていう動画をですね、出していますので、そちらで皆さんに合ったものをですね、検討していただきたいなと思うんですが、個人的に一番好きなのは、タックテーパードパンツですね。これが、程よいゆとり感がありつつも、膝から下テーパードが効いてるので、ダボっとしすぎないというところでは、ややトレンド感のあるボトムスとして、僕はすごく使い勝手がいいかなと思っています。これの秋冬バージョンが出たということで、今履いているんですが、僕は身長164センチ53キロ小柄なので、 サイズは XS をを選択をしていますまだですね、実は裾上げをしてないんですが、まあ結構上までウエストを上げてるんですね。今めちゃくちゃ腰の位置上げているんですが、まあその状態で、まあハーフクッションぐらいですかね。靴の上にボトムスの裾が乗っかって、ややたわみができるぐらい。まあこれぐらいで履いてもらうのも今っぽくていいかなと思うんですが、僕は春夏のタックテーパードパンツはもうちょっと気持ち短めでしたね。ギリギリノークッションぐらいかな。それぐらいの方が春夏は涼しげなので、 で、まあいいかなと思うんですが、秋冬はこういったハーフクッションぐらいでもいいんじゃないのかなと思っています。まあ春夏のタックテーパードパンツに比べると、少しこう生地が厚くなりまして、触った感じ、足とのこう接地面は、ちょっともっちりとしてるんですね。これが気持ちいいんですよね。まあストレッチも、あ、結構。 結構効いてますねストレッチめちゃくちゃ効いてるので楽です雰囲気的にはまあ、ウール見えするというところまではいかないですがいわゆるこう河川だよねっていう感じはしないのですごく上品な見え方をしてくれていますで色はブラックなんですけどもブラックの中でもちょっとこうスミクロに見えるものだとか深い深いブラックだとか結構物によってブラックも色の見え方が変わってくるんですがこちらは結構深いブラックなのでまあ、そういったシャキッとしたブラックの感じも すごくいいんじゃないのかなと思います。これはもう定番で使いやすいかなと思うので、まずはブラック系のイージーパンツですね。これ、皆さんぜひ1本持っておいていただきたいなと思います。選択肢はタックテーパードパンツ、もしくはユニコで言うとスマートアンクルパンツ、グローバルワークのアーバンスラックス、あとはグリーンレーベルのブラック系のパンツ、このあたりがおすすめかなと思うので、ぜひ1本は揃えていただければなと思っています。 はい、続いて2本目の秋のボトムスおすすめなのはですね、僕が今履いてるようなデニムのスラックスですね。これがですね、個人的にはすごく気に入っていまして、最近よく履いているんですね。まあ今年は結構デニムの当たり年で、様々なアイテムにデニムが使われてるわけなんですね。まあいわゆるジージャンと呼ばれるようなデニムジャケットがあったりだとか、あとはジーパンですね。 デニムなんかもすごくトレンドで、いろんなブランドから出ています。で、デニム、いわゆるですね、G パンなんかはですね、割とこう、ワイドなものなんかもトレンドになってまして、僕も GU のですね、こちらの、ちょっとワイドフィットのですね、シェフパンツのデニムなんかを買ったりして、これはこれですごくいいんですが、まあ僕ら大人世代がデニムを履くのであれば、少し綺麗に見えるような、センタープレスが効いているデニムスラックスが結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。僕自身結構デニムスラックス大す。 大好ききででででこれまで何度も買ってきたんすすね素材はデニムですとか今僕が履いてるのは一応シャンブレーの生地なんですけどもそういったこうデニムのインディゴブルーの色合いなんですけどもセンタープレスが効いているので割とこうスラックスのように見えるというのが、まあ、デニムスラックスのすごく良いところで適度に綺麗な雰囲気を出すことができるので僕ら大人世代には結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います今僕が履いてるのはもう自分ところで作っちゃったシャンブレー素材のデニム デニム風のスラックスなんですが、まあ、こういった表面にやや光沢感があって、色はこうインディゴブルーとか、あとはダークグレーに近いような色味だと、結構綺麗めに見えるんですよね。まあ、こういったものも使いやすいですし、以前動画の中でご紹介していた、ファブリック東京で作ったこういったデニムスラックスですね。このあたりもすごく雰囲気がいいので、ま、ぜひ皆さんにもですね、こういったデニム系のスラックス、一度は体験していただきたいと思うんですね。いつも履いてるデニムとは見え方全然違います。 どちらかというと、グレー系のパンツを履いてるような、そんな雰囲気さえ漂うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、この着心地の良さとか、使い勝手の良さを体験していただきたいなと思います。僕は今、こう、カーディガンと T シャツのスタイルに合わせていますが、こういったラフなスタイルでも合いますし、意外とネイビーだとか、ブラックのジャケットなんかの、 ちょっと綺麗めな着こなしの中に少しの外しとしてこういったデニムスラックスもあったりするのでかなり使い勝手がいいかなと思っています以前はデニムスラックスってなかなかですね店頭で見ることが少なかったんですが今はですね割とこうお店で見かける機会も増えましたし様々なブランドで展開をしていますのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っていますもう僕自身もですねすごくデニムスラックス好きなので自分のブランドで作ったわけなんですが色の雰囲気なんかもすごく良くて 某コレクションブランドで使ってるようなかなり上質なファブリックを使って仕立てているので個人的にもこれは気に入ってよく履いていますブラック系のパンツもいいんですが少し表情をつけたい変化をつけたいという方はデニム系スラックスぜひですね使い勝手がいいので皆さんもチェックをしていただければなと思っていますはい続いてラスト3本目はですね僕が今履いてるような ダークブラウンですとかオリーブのような秋色ボトムスですね。このあたりはやはり季節感を出すために1本は持っておくと便利なのかなと思っています。これまでご紹介してきたのがブラックですとかデニム系のホワイトベーシックなものだったかなと思うんですが、まあ、このようなですね、ブラウンですとかあとはオリーブというのは色的にはちょっと変化球があるかなと思うんですが意外とですね、色が落ち着いたダークブラウンだとかオリーブの中でもちょっとこう 深めのもののののもでであればブラックのボトムスの延長線上で結構使いいいいい勝手がいいんじゃないのかなかと思っています今僕が履いてるのは今季のグリーンレーベルのものでこのセンタープレスが縫い込まれてるような形になってましてこれがですねなかなかこう個人的には使い勝手がいいなと思ってましてセンタープレスがつくことで足が綺麗にまっすぐ見えるというところは先ほどご紹介したデニムスラックスでも皆さんにはちゃんと伝わってる点かなと思うんですねこの折り目があるかかどうかってめちゃくちゃゃく でですすただやはりですね普通のこのようにセンタープレスがですね、縫い込んであるものってこの状態が消えないので結構便利なんですよね。ま,あ、ましてやオリーブだとかダークブラウンって色がちょっとやぼったく見えるので個人的にはこうセンタープレスが効いてる方がより大人っぽく見えるんじゃないのかなと思っています。これダークブラウンという色の表記なんですが結構オリーブっぽく見えるところもなかなかバランスがいいなと思ってまして僕ら 大人世代でも結構使い勝手がいいのかなと思いますまああくまで初級者向けというよりは中級者的なものではあるかなと思うんですがこういったダークブラウンだとかオリーブのアイテムというのは ブラックのアウターだとか、今僕が着てるようなこういったダークグレーとかにも相性がいいんですね。意外と手持ちのものにもさらりと合わせやすいかなと思うので、ちょっとブラックパンツに飽きてきた方にはこういった斜め上の選択肢もありなんじゃないのかなと思っています。まあ、このような色のボトムスにはやっぱりスニーカーは白系のレザーとかで割とこう清潔感があったりだとか、綺麗な感じを出してあげた方が割とこうハマりがいいかなと思うんですね。オリーブ、ダークブラウンに合わせる色は白だとか、 ブラックだとかダークグレーのような割とはっきりとしたものを合わせていただくと意外と難しくなくていつもと違った見せ方ができるかなと思うのでぜひ、まあ、ですねベーシック志向の方も次の一本としては検討してみていただければなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では 大人の秋のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ冒頭にもお話した通りズボラなチャンネルとしましてはですね、もう本当にボトムスもある程度限定した方が着こなしはうまくいくんじゃないのかなと思ってまして、一番最初にご紹介した 黒のですね、EG 系パンツですね。ユニコロのタックテーパードパンツ。これを軸にしながらバリエーションを出してあげるというところでは、オリーブですとか、ブラウン系の秋らしい色合いのボトムスですとか、あとはですね、旬なデニムをちょっとこう大人っぽく着るという意味では、デニムスラックスなんかもあると着こなしの範囲がだいぶ広がるかなと思うので、ぜひ皆さんも今回の動画一つの参考にしながら、秋の着こなし楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッション今日をわかりやすく解説して と思ってるんですが。 もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートについて知りたいんだよなという方はですね、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルというものがあります。そちらの方でもですね、週に4本のペースで、ちょっとコアな情報を出していますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなかゆっくりと動画を見る時間がないという方のためにですね、オンラインサロンも運営をしています。そちらの方ではですね、写真と文章をベースで、1分ぐらいでサクッと読めるような記事をですね、 一日5記事ぐらい出しています。おすすめのアイテムですとか、コーディネットなんかも気軽に学べますので、ぜひそちらの方も概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。